2023 SL カートミーティングラウンド4。ここからはマックスライツクラスの決勝ヒートです。それではスターティングリッドご紹介をしてまいりましょう。今大会全12名の選手によって争われていきます。最年少は19歳、最年長はなんと70歳の選手が参戦するこのクラス。その中で見事ポールポジションを得ましたのはベテランと言ってもいいこの男です。カーナンバー27番をつけます、平井プロジェクト with アッシュ、船橋ひろのり。さあ船橋は2キロのウェイトを乗せている状態ではありますけれども、腕でカバーをいたしまして見事ポールからのスタートを得ました。一方のフロントローセカンドグリッドからはこちらも強者です。カーナンバーは1番をつけます、トレンタクワトロ名古屋、橋場かける。さあこの橋場も1キロではありますけれどもウェイトを乗せている状態。さあ今日もここまで船橋 VS 橋場、このバトルは何度も今までも見られてきた、そんなバトルも展開をされていくことと思います。どうぞご注目ください。そして3番グリッドからは3キロのサクセスウェイトを積んでいる選手です。カーナンバー13番、ベローチェモータースポーツ福井純一。4番グリッドからはカーナンバーは11位、チームグローバル、このクラスの最年少19歳、伊藤修馬。5番グリッド、カーナンバーは66番です、チーム近藤レーシング、水留剛。そして6番グリッド、こちらも2キロのウェイトを積んでいます、カーナンバーは8番をつけます、ネクストワンレーシング、藤原幸典。7番グリッド、こちらは1キロのウェイト、カーナンバーは81番、トレンタクアトロー奥田昇。こちらは70歳でいらっしゃいます、このクラス最年長。そして8番グリッド、カーナンバーは21番、アッシュから高潔秀和。9番グリッド、カーナンバーは42番をつけます、アッシュから吉常選手。そして10番グリッド、カーナンバーは56、チームブルート安本拓海選手。そして11番グリッド、カーナンバーは68番、ネクストワンレーシング近藤直樹選手。そして12番グリッドからはカーナンバー49番をつけます、平井レーシングプロジェクト、平井プロジェクト with アッシュ。そして北野信孝選手、12番グリッドからのスタートとなります。さてこのマックスライツクラスなんですが、40歳以上のマスターズクラスとして別途表彰対象もございます。でこの40歳以上にはこちらはですね、まずはカーナンバー8番の藤原幸典選手、そしてカーナンバー13番の福井純一選手、そしてカーナンバー42番の吉常選手、カーナンバー49番の北野信孝選手、そしてカーナンバー68番の近藤直樹選手の面々がマスターズクラスとしても別途表彰対象が待っているといった形になりますね。さあ各ドライバーそれぞれですね、年齢は様々であります。最年長70歳と、そして最年少19歳ですからね、もう親と息子以上にですね、もうそれこそおじいちゃんとお孫さんと言っても過言ではない、そんな年の差もあります。さあモータースポーツも、まあ、カテゴリーにもよりますけれども、年齢を問わず同じフィールドで楽しむことができるという面でいうと本当に素晴らしい、そんなスポーツの一つですよね。さあ隊列は11コーナーから12コーナー、そして最終セクションを隊列を整える状態で立ち上がってまいりました。マックスライツクラス周回数14周で争われます。決勝ヒート、コリドーラインに静かに各社が入ってまいりました。さあスタート、シグナル注目、レッドシグナル、ブラックアウト、今スタート。さあトップはカーナンバー27番、船橋が難なく1コーナートップで通過。そして橋場もいいスタートを切っていきました。さあ橋場もやはりですね、この辺りはしっかりとタイミングを抑えて決して遅れない、2番手にしっかりと入るというところはさすがです。さあそしてその橋場の後ろ3番手にはカーナンバー13番の福井純一が来ています。まあ、福井も3番グリッドからのスタートだったので、まあ、順当なスタートを決めたといった状態になっておりますね。さあそしてバックストレートなんですが、4番手にはカーナンバー11番をつけます伊藤です。カーナンバー11番の伊藤修馬、最年少19歳の伊藤修馬が
現在は4番手を走行しているところ。さあ、あっという間のオープニングラップ、まずはトップ快走カーナンバー27番の船橋、1コーナーをトップで通過。さあ、そして後ろからは橋が狙っているところではありますけれども、まあ、まだまだレースは始まったばかりですからね、まあ、本当に組み立てがいかにものを言うかといったような、そんな14周のストーリーになりそうです。さあ、7コーナーをクリアをいたしまして、タコツボ、そのタコツボを立ち上がってきます。そしてバックストレート、さあ、カーナンバー27番をつけます船橋弘則選手、11コーナーをクリアをいたしまして、そして12コーナーです。さあ、船橋、このインフィールドではわずかではありますけれども、橋場よりもこの序盤に関してはインフィールド分がある、そんなペースに見えます。さあ、しかしこの高速セクション、ホームストレート1コーナー、2コーナー、3コーナーを回ってくると、その差はやはり少なくなってくるというところですよね。さあ、後方からカーナンバー21番高傑がやってまいりました。さあ、高傑がこれで7番手まで上がってきたか。さあ、高傑はですね、8番グリッドからスタートだったんですけれども、7番手まで上がってまいりました。あーっと、1台が後続、あーっと、橋場だ、橋場マシントラブル、橋場がマシントラブル、なんということ、カーナンバー1番橋場かけるのマシンにトラブル発生。さあ、最終コーナーからホームストレート、2番手大きくそのスペースが空きました。カーナンバー27番船橋、さあ、これで船橋は俄然有利という状態になりました。いやー、橋場、これは悔しい。いやー、カーナンバー1番の橋場のその走り、そして船橋とのバトル、まだまだ見たかったんですけど、あと10周楽しめたはずなんですけど、いやー、レースというのは時に本当に酷なところをドライバーに与えます。さあ、そんな中で2番手争いはカーナンバー11番の伊藤とカーナンバー66番の水留剛という、この2人のバトルになってきました。まあ、この2人といいましてもね、ご覧のように隊列が組まれておりますので、まだまだこの2番手争いも集団の中どうなってくるかというのは誰も予想ができない状態です。さあ、1コーナーから、そして2コーナー、3コーナーへと入ってまいります。各社まだ残り周回数はこれから9周ホームストレートに戻ってきてもあるというところですからね。さあ、7コーナーをクリアをいたしまして、タコツボ、そのタコツボを立ち上がっていきます。トップ快走中、カーナンバー27番の船橋、いや、これもう船橋は余裕のよっちゃんですよね。後ろから来るもういつものライバル橋場がいない状態になっています。さあ、その状況の中で後ろの状況を確認をしながら、そして自分自身のマシンのバランスも確認をしながら走り続けるといったような形になるでしょう。カーナンバー27番、現在トップを快走しております船橋弘則選手です。2キロのウェイトを積んで、そして勝利をかさむということが実現できればですね、いや、これは本当に船橋にとってはいい流れになりますよね。さあ、2番手集団から抜け出しつつありますか。カーナンバー11番の伊藤修馬であります。さあ、伊藤修馬2番手です。さあ、3番手サイドバイサイドでイン側からブルーのカラーリング、カーナンバー66番をつけます。さあ、水留がやってきた。さあ、水留強し、11コーナークリアに抜けていきます。さあ、3番手争いはまだまだ分かりません。集団の状態の中で、さあ、カーナンバー66、水留です。さあ、その水留の後ろには福井純一、そして藤原も来ていますね。5番手、6番手には奥田、7番手高傑、8番手には吉常、9番手にはカーナンバー56番をつけます安本、そして10番手には北野、11番手近藤。さあ、この状態でまだまだ残りはホームストレートに帰ってまいりましても7周残っているという状態。さあ、中盤のあたりのこのバトルが激しい。さあ、後方からカーナンバー8番の藤原のペースも
これ後半に向けて上がってきている感じがしますね。さあ藤原の前を走行しておりますのはカーナンバー66番のミズルであります。さあミズルに並んでイン側から1コーナーから2コーナー、さあここはミズルがポジションを2つ落としていく。さあミズルのポジションが落ちていきます。さあカーナンバー21番後方から高潔も来ますね。そしてカーナンバー42番をつけます義経 VS ミズルというところで、なんとかミズルは自分のポジションを守ったか、しかしここで大きくポジションを落としてしまいました。さあ代わって今この隊列の中で一番元気がいいと見えますのはカーナンバー8番の藤原幸典のように見えます。まあ藤原自身もですね2キロのウェイトを積んでいる状態ではありますけれども、いや巧みなこのベテランならではの走りを披露しているといったようなところでしょうか。さあそのカーナンバー8番の藤原前を行きます。カーナンバー13番の福井純一を追ってきているという状態です。さあラップタイムを見ていきますと49秒218ということで、現在その藤原がトップ3の中ではコンマ1秒以上速いんですよね。さあ藤原がタコツボからうまくトラクションをかけて立ち上がって前を行きます。福井をまずはオーバーテイクをしていきたいというところ、11コーナーから12コーナーです。さあ12コーナー回りましてぴったりと後ろにつく。さあスリップストリームに入った、若干の距離が出たが大丈夫か。さあ伸びてくる1コーナーへの進入、この距離ではなかなか2コーナーは難しいか。さあ藤原のペースがいい。先ほどの1周に関しましてはトップの船橋が49秒2ということでかなりぐっと離したところもあるんですけれどもね。さあそして4番手を走行する藤原タコツボで行きました。そしてクロスラインもしっかりと抑える藤原。さあこの藤原ももうほんとーっと様々。さあ藤原経験がありますからね。今ちょっとでも藤原選手とバトルをしておりました福井選手もあの亀の子になって乗りすぎちゃいましたね。それによってバランスを崩した状態です。しかしなんとかカウンターを当ててしのぎました。さあ1コーナーからそして2コーナーです。さあ2コーナーからそして3コーナー。さあこの中では後方からの高潔選手の勢いも感じます。さあ藤原選手がポジションを3番手に上げて、そしてちょっと2番手までは距離が出てしまいました。トップは船橋、2番手伊藤修馬、そして3番手にはカーナンバー8番をつけます藤原幸典であります。さあその藤原のイン側からカーナンバー13番来ました。と危ない、大丈夫か。サイドバイサイド譲らない、譲らない。その間にイン側から抜かれてしまった。いやー乗り上げられた、2台が高速踏。いやーここはクラッシュがあった。さあ3番手藤原幸典もいい走りをしていたところの中で若干遅れを取ってしまった。代わって3番手に上がったのは高潔です。カーナンバー21番の高潔。いやーあの狭いところでバトルになりますとやっぱりああいうようなフィナーレもありますよね。まあしかし各社がコースに戻りましたね。さあそしてマスタークラスなんですけれども、現在はカーナンバー81番がトップといった状態になってますかね。奥田昇選手、なんと最年長このクラス70歳の奥田選手がマスタークラストップということになってますね。さあその奥田選手に対しましてマスタークラス2番手でもあります藤原選手。さあこの藤原選手がどこまで挽回をするかというところも注目です。さあカーナンバー81番の奥田選手が自分のポジションを守ることができるでしょうか。その後ろには藤原。さあ次のホームストレートに帰ってまいりますとラスト1周ということになります。さあタコスモのラインを組み立てまして立ち上がり、そして11コーナーへと入っていきます。トップを快走しておりますカーナンバー27番船橋は
後方で何が起きようと全く関係がありません。素晴らしいスピードを保ったまま現在トップ。2番手にはカーナンバー11番の伊藤修馬、そして3番手なんですが高潔選手ですね。そして総合の4番手が奥田選手、カーナンバー81番の奥田であります。このカーナンバー81番の奥田選手がマスタークラスのトップということになります。さあしかしすぐ後ろには藤原選手が追ってきているというところの中で、このクラス最年長の70歳奥田昇選手、このファイナルラップ守りきることができるでしょうか。さあ後ろからは藤原が寄ってきている。そんな状態の中で見事な走り、文句なく優勝を勝ち取っていきますのはカーナンバー27番船橋弘典選手。2位でチェッカーはカーナンバー11番の伊藤修馬、3位でチェッカーはカーナンバー21番の高潔選手となりました。そしてホームストレート各社が帰ってきます。さあそしてカーナンバー68番に関しましてはちょっと最後レーシングスピードを失ってというところもありましたね。さあしかし M クラスマスタークラスに関しましてはカーナンバー81番の奥田昇選手が見事勝利を収めていったという形になりました。マスタークラスの2番手はカーナンバー8番の藤原幸典選手、マスタークラスの3番手はといいますとカーナンバー49番をつけます北野信隆選手ということになりそうです。さあそれぞれ今お伝えをいたしました奥田選手は総合の4番手、総合の5番手には藤原幸典選手、総合の6番手は吉常選手、総合の7番手はカーナンバー56番をつけます安本匠選手、そして総合の8番手はカーナンバー49番をつけます北野信隆選手、9番手にはカーナンバー13番の福井純一選手、総合の10番手はカーナンバー66番の水留剛選手、そして総合の11番手カーナンバー68番近藤直樹選手。さあ以上のような形でチェッカーを受けていきました。